こんなところで何をしてるんですかそっちこそああ、そういえばまだ体が小さいのか。い,いえなんでも。私はここら辺で遊んでいるだけですよ。お兄さんはここがどこだか知っているんですか知らない道に迷った <laughs> じゃあ、 私が出口まで案内してあげるので、ついてきてください。何こんなところに小さい子を一人で置いておけない私はここら辺詳しいから大丈夫ですって。親御さんも心配してるうーん。まあ、いろいろあるんですけど、なんでそんな執着するんですか好きなんですか 本当に心配してくれているんですね。じゃあ、お言葉に甘えますか。こっちです。来てください。はい、着きました。ここが私たちの村です。では出口まで。少し見て回るダメです。この村には知られてはいけない秘密があるので。 知ったらどうなるここから一生出られません。そして、ひどーい目に遭い続けます。人間にとっては、ある意味天国かもしれませんがね。私の家会って早そ々うそう家に入れてほしいはだいぶやばいですよ。数日、ここにいたい それは、どういうことですか秘密を知りたい。こっちは我慢してるっていうのに。わかりました。私の家しか見せられませんが、それでもいいなら。こちらが私の家です。どうぞ上がってください。 はい。大人はいません。私一人です。どうしてそれは、秘密に関わることなので言えませんね。てか、まだ気づいてないんですね。いえ、なんでもないです。そこに座っててください。部屋の準備をしておくので。手伝う見られたくないものもあるので、 おとなしく座っててください。あ、はい。部屋の準備ができたのでどうぞ。もう時間もいい時間なので、私は寝ますね。おやすみなさいませ。あ、すいません。起こしてしまいましたか起こさないようにと考えていましたが。 無理でしたか。誰ですかあまあそうですよね。仕方ないですがあなたには話してあげます。ここの村にいるのは全員獣人なんですよ。そう。人と獣のハーフ。そう。ここは獣人だけの村。 時々あなたみたいな人間が迷ってきますが、基本すぐ帰らせるのでバレてはいません。なんで秘密にしているのか世間に獣人なんてバレたらどうなることか、考えたらわかりますよね。そういうことです。なので、あなたをここから出す気はありません。そうです。あなたはここで、 一生私と暮らす運命です。さっき言ったでしょ秘密を知ったら出られないと。けど、あなたは知ってしまった。知りたいなんて言って、もはや告白ですよね。私と一緒にいたいから、知りたいなんて言ったんですよね。そうじゃなきゃ、あんな脅しをしたのに知りたいなんて言いませんからね。<laughs> 小さかったから心配でそうですね。実は獣人の特徴として、夜になると月の力が大きくなって、体が大きくなるんですよ。だから昼は小さかっただけです。大人がいないのはそういう理由ですよ。れっきとした大人ですから。<laughs> 驚きましたけどもう無駄です。 今はもう夜なので、力もあなたじゃ叶わないですよ。抵抗してみますほら。<laughs> 力、強いでしょう。そんなに力を込めて押し返そうとしても勝てない。<laughs> そんな顔されたら食べたくなっちゃう。普通なら拘束して、 逃げられないようにするのですが、今は夜なので逃げられる心配もない。ことが終わったら拘束はしますけどね。うん、怖いですか昼間は小さくて、外で遊んでいた子が夜になったら急に大きくなって襲ってくるなんて。<laughs> ちょうど私、発情期でして。 あなたがちょうどよかったんですよね。私が満足、いや、干からびるまで私のおもちゃになってもらいます。どれだけ嫌と言おうがやめませんから。<laughs> でもこれも忠告を聞かなかったあなたが悪いんですよ。だから、この私の愛の巣で、一生を、 過ごしましょうね、旦那様。